しかもさ、俺今年さ、翻訳なんですよ、僕。今年翻訳だから、ちょっと怖いよね。去年、毎役で俺コロナ食らったじゃん。今年何食らうのみたいな。消す,すぎって1回だけだね。うん、1回だけです。10年前ぐらい、1回ぐらい。アトピーで定期的に再開しないしね。なんかそうだ。だゲロさんがさ、めちゃめちゃさ、アレルギーらしいんだ。ゲロさんが。で、アレルギーマジ取った方がいいっすよって言われて。 いやそう言っ,て言ってくるのありがたいんですけど、もう俺アレルギーって分かってるじゃないですかつって。で、自分の生活変えたくないじゃないですか、アレルギーだからって。つってだからもういいんじゃないですかつって。<laughs> もうどっかしらアレルギーじゃないですかつって。もうバレてくらいいでしょつって。消しすぎて局、一回、なんか、遺伝とか、食生活せいかつかまるしかな。そう、ゲロさんも結構やばいらしいっ,つってたの。コミ小麦粉アレルギーとか、言ってたからいや、それやべえなと思ったけど。でも、食ってるらしいよ。 あんまう、ま、そ,その量は多分少ないと思うけど。気にす,気にする必要もないんじゃん。いや、ギロさん、マジでね、めっちゃおもろいやつだったね。いや、あんなちょっとな番組とかにさ、一人いてさ、すげえ助かる人だったね。めちゃめちゃ番組上手かったわ。いや、あれはマジでちょっと、古川さんと同じぐらいだった。古川さんも、うわ、すげえこの人って思うんだけど、 古川さんは人狼の腕もそうなんだけど、そんなことにも番組が上手いなと思って。で、ゲロさんもそれだった。やっぱもうダメだなもう出てくるな、そういうな。あの、技術あるやつが。若手の。若手って言っても、あのー、ゲロさん、うんこちゃんと同じって言ってたから。次やったらゲロちゃんにしよう。ゲロちゃんって言いたい。すげえ親近感湧いた。しかも格ゲーとかゲームめっちゃ好きで。だって、学炉こんなことしてたよ。格ゲーマジで見てんだって、梅原とか、戸倉とか。 なんか、見るなもちょっと見てるらしくて、なんか、ガフロコン知っててガフロコンはやばくないもうん、だ格ゲーマーの中でも、コアな人間しか知らないじゃん、ガフロコンは。ガフロコン知ってんのと思って。あとはなんか、なんだっけな、モンゴリアンスタイルエ b ベックスでさ、パッドと、あの、キーボード両方使うマウスか。モンゴリアンスタイルとかもそういうの知ってて、あの人なんか DVD 好きだしいんだけど、DVD か。 d v d デッドバイデライトそう。あれ好きで、ようやっとるらしいんだけど、むっちゃゲーム詳しいわ、と思って。なんかよくあるじゃん。えー、あの、すり寄り方でさ、触りだけでもとかみたいなさ、その、え、今日天気いいですね、とか、コロをお結構ごといいです。昔なんかやってたんですかみたいな。あ,あのや、サッカー部でああ僕も野球やってたんですよ、みたいな。僕もってどういうことだみたいな。俺サッカー釣っとるだろうみたいなさ。そういう、そういうのあるじゃん。なんか薄い、薄っぺらい会話の。 で俺ら格ゲーマーとか結構やってるからよくその来るのよまあそれは優しさなのよあっちの優しさで僕格ゲー知ってますみたいな感じで来てくれるのよそれ嬉しいんだけどでも全然しょうもないもう、まあ、知ったかなこいつみたいなとかさまあまあまあそうっすねみたいなあーその気遣ってくれてんだなみたいなすごい伝わっちゃうのでもゲロもうちゃんってゲロちゃんはマ,マジであれゴリッゴリのオタク宅だねあれうんあれやばいわゴリッゴリゴリッゴリのオタクだったわ すごかった。マジで。めっちゃ親近感湧いた。しかも番組出てて、モコをめっちゃ活かしてたし、みんなにこう突っ込んでて、声の張り合いとかね、うん、まーと思ってさ、この人は伸びると思ってたんだ。まあもう伸びてんだけど、は <laughs> るか上にいるんだけど、俺より。ね。あの、もう相当上にいて、その上の方から上、もっと上にっていう意味ね。俺の言いたいのは。途中から MC みたいになってたそれも多分できると思うわ。 あれは相当慣れとるぞ。めちゃうまいぞ。しかもさ、大学生みたいなくだらんノリとかじゃないんだ。なんかそういうやつ結構多いんだ。大学生みたいなくだらんノリで、薄っぺらいなんか、楽しそうにしてるだけで実際面白くないやついるじゃん。それじゃない。面白かった。普通に面白かったな。ちゃんとしてたな。だから俺もちょっと、こう、乾杯というか、感銘を受けたね。感銘を受けたのが、マジでほんと、その、みどりさんとかうんこちゃんクラスだよね。 石川紀之とか、そういうう,うまいやつ。それにあったね。もう古川、古川洋平、ゲロ。その二人はもうバシン行ってるね。で高田健士はそんなに盛り上げる系じゃないんだけど、ただ、この前の高田健士の土下座の話聞こえのラジオはめっちゃおもろかったもん、高田健士。いっぱい面白い話持ってたね。さすがだなと思った、高田健士。それは、それは人気あるわ、と。それはおもろいやそれは喋るしな、それ人気あるわ、みたいな。 思ったよね。10年くらい前 TGS で影山宏信とか同列で歌ってみたから、そのクラスなんでしょう。いや、さすがに違うんじゃない影山と宏信ってあれでしょスパーキングでしょさすがに、そんなドラゴンボール歌ってる人とはやっぱ違う、むしろ尊敬してるって言ってたよね。あと、打ち上げで飯食った時も、なんかね、あの、音楽の話むっちゃ詳しかったやっぱ。ま、プロだったからなんだけど、<laughs> めっちゃ詳しかった。 めっちゃ悔しいし、めっちゃおもろかった。めっちゃためになった。すごいなと思ったね。いやーちょっとゲロちゃんはちょっとレベル高すぎたないや、すごい、マジで。マジで番組ね。まあ大石さんももちろんうまいんだけど、大石さん俺らちゃんと立ててくれるもんね。自分の番組でゲストで来てもらったからみたいな感じで。ほんと自分が黒子に徹してね、すげえよね、あの人できるのに。そのおかげで俺らね、前に出れるというか、いやぶっちゃんもね、もう、女であそこまでできるやなかなかないな。 あいつはなかなか、なかなかだと思った。もう関係な、ね、い。番組とか時間とか関係な、ね、い。負けたくねえんだ、みたいな。<laughs> 絶対倒すから、みたいな。<laughs> みんな空気読まずにさ、ずーっと止めてたもんね。ブロッキング。ダメ、っつって。<laughs> 何回止め合ったの、俺らっていう。あれ、あんなこと怒らんらしいよ、なんか聞いたら。ガチであんなこと怒らんらしいわ。あのー、いや、本当は30分の終る、30分の終わるやつを2回やれるはずだったんだけど、 俺は1回戦だけど1時間半かかったから、あんもう神試合だったらしい。まあなんかね、なんか乗ってたよね。ゲロは昔、ニコーで歌ってみたの動画をモンに荒らされまくって植民地状態にされた時も好きにしてくれって言ってたくらい器のでかい人。へあと、ゲロ、もうゲロちゃんと呼ばゲロちゃんがあれでしょ加藤純一好きなんでしょそれがいいらしいよ。それがあるからっていうのもあるんじゃん。まあ加藤よ純一だったらまあいいでしょうみたいな。 いやだ加藤もう加藤純一とだからうんこちゃんの二人の番組、その時も言ったんだけどさ、二人の番組相当面白いんじゃないと俺思ったんだけど、あの二人の番組やんねえかなと思うわ。めっちゃ面白そう。同い年しさ、すげえ楽しそうだよね。まあでもあれだよね、もうそん、でもそんな奴ら、あいつらも三十六とか五とかでしょ。もう三だもんな。俺も四十だしな、俺は出川鉄路になるから、あの、ネット界の。頑張るからね、みんな。名古屋のデブは心、違う違う。俺も聞いたの、それ。あ、そう、そう、ゲロちゃん聞いたの。 あの名古屋のデブって、うんこちゃん、うんこちゃん言ってたんですよ、僕のことを。名古屋のデブっつって、黒人ああ、名古屋のデブかっつって言って言ったんですけど、それで歌ってたんですかっつって言ったら、いや、全然違いますっつって,言って、多分おそらく10年前とか20年前の歌なんでっつって,言って、全然関係ないと思いますとか言って、あ、そうなんですかっつって,言って、でもそれでも名古屋のデブって言ってくれたけど、俺、親近感湧いちゃってっつって,言って。デブ、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 名古屋のデブっつって。結構俺なんか耳の中で残ったもん、ね、あれ。 僕の方認認ししてた認知してたたいや、格ゲーマンってこと知ってたわ。知ってた、知ってた。全然知ってた。俺もっとさ、なんか、配達系のさ、なんか、すげえ明るい兄ちゃんかなと思ったら全然違ったわ。普通に能力あった人だった。あれは普通に遊び,遊びに行きたいなと思ったもん。あ、おもろい人だなみたいな。だも相当俺のこと気遣ってたから、仲良くなるのは多分時間かかりそうだけど。いや、でも良かったわ。あの人は、うん、えー、すげえ良かったわ。